はい、今回ですね、コルトスナイパー BB、フルモデルチェンジになります。このロットはですね、入門者、特にね、この初夏からの青物を狙う方、ヒラマサブリ、サゴシだったりね、いろいろなターゲットがいるんですが、そういった初夏から、ある程度こう大物を狙いたいとかね、そういった方に、これから始めたいとかね、そういった方に非常におすすめのロットになってます。ブランクスもですね、新たに、新規設計しまして、このベリーから、バットにかけて、非常にパワーアップしてるんで、非常に振り抜けがいいです。まず飛距離が出ますよね。やっぱりこのキャスティングのしやすさで飛距離を出すことによって、やっぱり魚へのアプローチ、遠投すればするほどやっぱり魚が釣れるようになりますので、その辺ね、今回新しいものは非常に振り抜けがよく、パワーアップしてます。それと、人気のね、3ピースモデルが今回から追加になってますので、非常に磯に行ったり、いろんなところに行くときにどっかにこう持っていく、本当にね、持って行った先でパッと出してパッと釣りができる、そんな人気のね、3ピースモデルも追加になってます。さらにですね、豊富なラインナップ、13モデルありますんで、いろいろなフィールド、やっぱり皆さんが行くところはかなりいろいろな場所だと思うんでね、そういった場所に合わせやすいように、長さ、硬さ、13モデルありますんで、その中からですね、自分に合うものを選んでいただければと思います。今回ですね、コルトスナイパー SS シリーズに振り出しモデルが追加になります。シマイ寸法、122cm、磯の、ね、ロッドケース、あれに、ね、こう十分入りますので、本当隙間にポッと入れて、青物の脂が出たりとかね、ちょっとルアーをやりたいなという時に、キャスティングしていただければいいのかなと思います。今回ですね、この、波継ぎに引けを取らない、この振り抜けの良さ、この張り感だったりね、だから飛距離もかなり出ます。それと、ビュンビュン、ね、こうキャストしているときに、今までは、ね、ちょっとこのガイドの、ね、振り出しというとやっぱりこうズレが気になってたんですが、今回トータルガイドホールドシステムによって非常にこの、ね、ガイドがズレにくい、だから振り出しなんだけど、波継ぎに近い、感覚で、使えると思います。非常に、ね、トータルバランスの優れた、今回、ね、コルトスナイパー SS 振り出しになってますね。